咲花温泉は、新潟県五泉市にある温泉。阿賀野川沿いに温泉街が広がる。旅館、ホテルは10軒存在する。日本観光地100選に選ばれたこともある、阿賀野川ライン下りの観光船が資金を収入する。咲花独特のイベントとして、水中花火大会が名物となっている。平家湯は1954年と新しいが、阿賀野川の河畔に、 湯の花が咲いていることから発見された自然有質の温泉である。また、この湯の花が咲いていることにちなみ、もともとの咲花の地名を咲花に解明し、温泉地として PR していった。以後、阿賀野川ラインの観光拠点として発展を遂げるようになるが、 比較的交通アクセスが悪かったため、越後湯沢温泉や月岡温泉のように、大型資本が流入せず、中小の宿が集まり、ほどよくひなびた温泉街を形成している。2011年9月には、阿賀野川沿いに、高床式、ウッドデッキ、先かきなつ積川床が完成した。平成23年7月に新潟。 福島豪雨により床上、床下浸水の被害を受けたことを受け、災害復旧事業が行われることとなった。この際、堤防傘上げによる、長房悪化やコンクリート壁に囲まれた温泉街のあり方が問題視されたため、河川空間に活用を含めた町づくりの取り組みとして2012年に、咲花温泉川町づくり構想が策定。2016年1月には、 河川空間のオープン化を図る都市、地域再生等利用区域に指定され、同年4月に一連の復旧事業が完了した。咲花駅前にある案内看板。道に沿って行くと温泉街となる。ありがとうございます。